うざい。私はほんまにもう来んな。また原爆落としてやるっていうやる。こんにちは、フランです。うざい。知ってるなんか前な、その、なんかアメリカ人の YouTuber でな、電車で、広島、長崎知ってるかみたいに。また原爆落としてやるっていうやる。って言ったやつやんか。ほんまにな、こういう人、うざい。その人についてなんか前ちょっと、一つビデオでちょっと話したけど、なんかまだ、出たその話何回も。なんかもう一回それでなんかな、悪いことして、みんな怒ったのか。で、それでまあ、一旦終わりと思ったで、その人ももう国帰って終わったと思ったけど、その人まだ日本にいてて、で、なんかまだライブ続けてとか、まだなんかやってたん、いろいろ。反省？でも反省はなかった。で、なんか、それはうざい。その、反省なビデオなんか撮ったで出したのか。みんなになんか謝ったけど、もうほんまに嘘くさいな。ビデオ撮って。で、なんかバズって、それでなんか乗って、謝って、それで行こうと思ってる。マジ良くない。で、それなんかもうみんな、もう許してほしくない。ほんまにもう許さんでって、もうなってほしい。もうそういう、もうその人も、もうその人忘れたいで、もうすぐ忘れるけど、なんていう。これから、もうこういう人、こうやってる人たち、その日本の平和になんか、潰してしに来る人たちはほんまにもう来んな。本当に来ないでほしい。と、ほんまに許せない。日本の兵は潰してしに来る人たちほんまに許せない。で、その人もなんか、もうなんか嘘くさい謝って、で、その後まだライブして、で、なんか日本人から殴られた。殴られたっていうまだなんか強い言葉けど、なんか押されたで、なんかすごい怒った人いてた。だよね。で、本当にそれ見て、まあ、口ちょっと悪かったと思うけど、そこまで言わんでよかったって思うけど、まだ優しかった。それぐらいで。その人な、自分の国でこんなやばいなこと言ってたら、な、本当に、その人とは日本人舐めて、日本舐めて、良くない。疲れる。もう、だからもう早速早くもう国に帰って。もう帰ったか分かんないけど、もう帰って。もう来んな。な。そういう観光者はいらないでしょ。そういう観光者は日本に行きたくないでしょ。こんなことして日本何しに来たの？本当に。本当にもう問題しに来た。で、本当に最近もその外国人についてのそういう問題多い。いやな、増えていくと思うけど、もうその、言わななんか、本当に、もうある時で、もう俺もそういうあまりビデオな、撮らん方がいい。もう多分 YouTube 的にもう多分ちょっと、ね、そういう、あまり良くないと思うけど、ちょっと広げないとダメやな、これ。許してほしくない。もう許せないなことやな、これ。いや、まあ、こういう人みたいね。本当に、多分、ただなバカ。うん。多分、その人多分、普通、賢くない人と思う。で、多分、もう一旦、その人は、ほんまにちょっと一旦やってることを、もう全部止めて、休憩して。で、自分の人生、自分のことを考えて、え、それでいいのか。で、まあ、その、本当にもう、日本の兵は、もう、みんな、守ってほしい。日本来て、日本の兵は守って、日本のルール守って。ね。その、そのニュースなんか読んでたけど、あれ、謝ってるビデオなんか、見ちゃった、さっき。それで、うざかった。ちょっと、イライラして、ちょっとビデオ撮った。ごめんね、いつもなんか、スタンスはちょっと違うけど。うん。もう嫌な、そんなほんまに。自分の国はな、フランスの時はもうちょうどこういうものは、こういうことは大嫌いだったのか。で、多かった。外国人に向いてじゃなくて、まあもう外国人に向いてもそうだったけど、全体でそういうことは、うん、嫌いやって、うん。で、こういう悪いことを続けて、こういう悪いやつ
日本どんどん入って悪いことをしたら全体の外国人のイメージ下がって、別にね、なんか日本大好きな外国人でも迷惑にかけていくなる、うん、結局そのウェルカムさのなんか難しいなる。まあ、もし登録は出してない、登録お願いします。そういう話も、ね、もう毎回毎回もうしちゃおう。もう、こういう出て、うん、言った方がいいから、ちょっと悪い人に日本来ないように頑張って、いい人もたちも、その、ウェルカムにしよう。バイバイ。